皆様、ピッチにご注目ください。これより本日の試合で使用するマッチボールが入場します。本日マッチボールベアを務めていただくのは東京マイズミゼロパークの5人制サッカー日本代表キャプテン川村怜央選手、そして日本女子プロサッカーにウィンリー日テレ東京ベイ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 の所属岩清水梓選手です。天皇杯最多60得点の記録を持ち、そして5回優勝を務めた釜本邦茂さんに天皇杯メダルを贈られます。